今回はですね、ゲレンデバーゲンの限定車ご案内させていただきます。一つ前の形になるということなんですけれども、こちらがですね、非常に珍しい車両でございまして、車名がですね、G550 ロングエディションセレクトという車両でございます。初年度登録平成23年、走行距離3万6000キロ、車検が平成28年12月まで残っておりまして、ボディカラーがですね、デジーのミスティックホワイト2という車両ですね。これから詳細ご案内いたします。この個体ですね、一つ前の、モデルということなんですけれども、隣にありますのが現行モデル、こちらですね、現行モデル。どこが変わったというようにですね、ちょっと口でお伝えするよりは、ファイルかな、これ2つ、このように見ていただきますと、バンパーの周りとかですね、ライト周りちょっと変わっているのがお分かりいただけるかなと思います。この辺が主に、変更点が入った点でございますね。それではこの、エディションセレクトご案内をさせていただきたいと思います。まず一周回ってみたいと思いますね。ホイールは、ブラックですね。全然こちらも、傷等はありませんね。すごい綺麗な状態であります。じゃあ右後ろも全然綺麗ですね。ではこちらですね、後ろをちょっと開けてみたいと思います。よいしょ。非常に綺麗な状態でございます。こういう感じですね。よいしょっと。で、550ですね。後ろから見るとこういう感じで、今後席なんですけども、ちょっと光入っちゃって見えにくいですかね。中がですね、デジーノ仕様のレザーになっておりまして、ホワイトになっております。非常によれた感じもなく、 お分かりいただけますかね。すごい綺麗な内装ですね。全然シートのよれ感、汚れが感じられません。これから前席ですね、前の席ご案内します。運転席ですね、これから乗り込んでみたいと思います。まずこちらですね、ドアの部分もホワイトでございます。で、運転席に関しましてはこのようになっておりますね。で、この部分革で、ここはブラック、上下ブラックですね、ブラックになっております。よいしょ。で、これがデジーノの証ですね。ホワイトとブラックのレザーで統一をされておりまして、非常に綺麗な、おしゃれな内装でございます。じゃあ乗り込んでみたいと思います。今回もですね、この限定車ということでご案内をさせていただいているので、エンジンのかけたりということはちょっと鍵も借りておりませんので行わないんですけれども、内装も非常に綺麗でございますね。それでですね、ナビはこれですね、社外品の取り付けがされておりますね。ここにこういう風になっておりまして、これですね、一番下のところにエディションセレクトというプレートがついております。で、こちらですね、このフロアシフト、あとはここにドリンクホルダーが取り付けされております。こちらですね、サンルーフ付きでございますね。あとは、見晴らしなんですけれども、これちょうど僕の目線なんですけれども、やはり
車高が高い分見晴らしがいいですね。でこちらですね、見切りも、まあ、四角い非常にスクエアな車両なので見切りも良くてですね、右前にはこの補助のミラーもついております。このようになってますね。サイドミラーはですね、もう大きいし、車もまっすぐの車両なので非常に見切りが良くて見やすいですね。これが反対側、右側見ている図でございます。それとですね、ちょっとこれ合わせるとバックミラーがこのように見えますね。このようになっております。非常にこれもちょっと真ん中のあれですね、これをこの、まあ、3人後ろに乗らないのであればこの真ん中の椅子のを取ってしまえば非常に見やすいのかなと思います。まあ、運転できないことはありません。それではですね、こちらゲレンデバーゲン G550 のエディションセレクトご案内させていただきました。